ブバイガワラの戦いは、室町時代後期の京都区4年1月21日、1月22日に、武蔵国玉川下藩のブバイガワラにおいて、足利重氏率いる鎌倉久保勢と、上杉秋久率いる関東官僚勢との間で行われた合戦である。この戦いをきっかけに、応人の乱と並んで、室町時代最大の戦乱といわれる、京都区の乱の幕が開かれることとなった。 影響の乱によって、鎌倉久保が滅亡してから10年を経て、鎌倉府を再興しようとする動きが現れた。京都の室町幕府では、過去の幕府と鎌倉久保との対立の歴史からこうした動きには、会議的であり、官僚、細川勝元は反対論を、全官僚の畠山持地区には、賛成論を唱えて、議論となったが、越後守護である、上杉坊邸の懇願もあり、 結局はこれに同意した。新しく、鎌倉久保に選ばれたのは、幕府によって滅ぼされた前久保、足利持氏の維持、長年大丸であり、これを補佐する新しい関東関連には前、関東関連、上杉則真の子である三来上杉家の則忠が、選ばれた。すでに出家していた上杉則真は、 影響の乱が自分と持ち主の意見対立がこじれたことをきっかけにして起こったことから、長年大丸は自分やその息子たちに恨みを抱いていると考えて、のりただに事態を迫った。だが、三内上杉家の火災、長岡家中と大木谷上杉家の火災、大田助清がのりただに強く就任を進めたために、のりただもこれに応じることとなった。文年、長年丸と、 上杉範忠は、鎌倉に入り、範忠が、関東官令に任命され、二年後の法徳元年に、原服して、従五位した、左馬頭に任命された、長年大丸は、将軍、足利義成の一時を配領して、足利重氏と名乗り、正式に、第五代鎌倉公房に就任した。だが、茂氏が、有機聖長、柳田持、女里見義真といった、影響の乱 有機合戦で、鎌倉久保家に準じた武将の維持たちを側近として、登用するようになると、上杉氏やその家診断の反発も高まっていった。法徳二年、相模国鎌倉軍長王が、足利重氏の命令を報じた、柳田持つに横領される事件が起きた。この地はその名の通り、上杉氏筆頭重臣の長押し発祥の地であり、そこにある、古礼宮は、 長尾氏一門の祖先祭祀の中心であった。この事態に、長尾影中長尾氏一族は激しく憤慨し、長尾氏に同情的な大田助清と共に激しく抗議。したが、重氏側は、返還には応じようとしなかった。宝徳2年4月20日、長尾影中、大田助清が鎌倉に兵五百機を入れて、クーデターを起こそうとした。だが、 重氏は事前にこの情報を入手すると、その夜のうちに小山持ちらに守られて鎌倉を脱出し、江ノ島に立てこもった。翌21日、鎌倉に突入した影中はらは重ジを追って、江ノ島に迫った。そこに、小田持家、宇都宮東綱、千葉田で将が、重氏救援のために出陣してきたため、由比ヶ浜で両軍は交戦した。長尾、 大田軍は惨敗した上に、事情を知らない主君、上杉則忠までが、重氏救出のために、小畑氏らを出陣させたことが明らかになったため、長尾影中と大田助清は、助清の主君である前大喜多に上杉家当主、上杉持友のかすやかに逃げ込んだ。上杉則忠は事件に、全く関与していなかったが、襲撃したのが、長尾。 大田の兵であると知って謹慎した。事態を知った幕府は、当時官僚に復帰していた、畠山持にが仲裁にあたり、茂氏の有利の裁定が下された。これを受けて茂氏は8月4日に、鎌倉に戻り、上杉の忠も10月に入って職務に復帰、その懇願によって、長岡げからの罪も赦免された。ところが、その後も、茂氏側、 則りただ双方の武士が対立陣営の所領を横領する事件が頻発した。これに対し、再度持ち国に代わって、官僚に就任した細川勝本は一転して鎌倉久保の権力削減に乗り出した。一方、則りただの岐阜でもあった上杉持友はこのまま放置すれば、娘婿の則りただの身に危険が及ぶと考えて、密かに長岡影中と共に、 上杉氏の本国である上野国に入って重氏討伐の準備を進めるようになっていった。こうした動きをつかんだ足利重氏やその周辺も対抗策を密かに練り始めていた。京都区3年12月27日の夜、鎌倉の官僚屋敷にいた上杉則忠は足利重氏からの支給の出資命令を受けた。折しも長岡景中は年の終わりが近いということで、 同じく火災であった義兄の長尾実系に留守を託して、長尾号の御礼宮に泊まりがけで三景に出ており、則忠はそのまま、重氏の御所に出資した。ところが、御所に入った則忠を、有紀政長、里見義兼、武田信長が手勢を連れて取り囲み、則忠はなすすべもなく、有紀家臣の田谷高常、氏江兄弟によって打ち取られた。同じ頃、岩松も地区に率いる、 別動隊が官僚屋敷を襲撃し、実刑ら上杉家家臣を殺害したのである。乗りただ暗殺の知らせを聞いた影中は、鎌倉に戻ると、直ちに官僚屋敷に火を放つとともに、乗りただら生き残った人々を持ち友のカスヤ館に避難させた。カスヤ館に着いた影中は、持ち友や持ち友着難で、大木谷上杉家当主の秋房、犬剣上杉家の乗り焼き、 小山田上杉家の当庁ら上杉一族の要人と協議して、京都にいるの忠の弟、ふさあきを次の関東管令に迎え入れるとともに、重氏を討伐することを決めた。さらに影中はそのまま両国の上野に入って、兵を集めるとともに、使者を越後守護の上杉坊帝に派遣して、援軍を求めた。さらに着難、影信を直接京都に派遣して、 ことの次第を幕府に報告するとともに、ふさあきを迎えることにした。年が明けて1月5日、重内は、上杉氏の本国である上野を攻略するために、鎌倉を出発して、武蔵国府中の高安寺に入った。一方、この法を聞いた、上杉持友は、その留守に鎌倉を奪おうとして出陣したものの、翌日になって、相模串間らで鎌倉の留守を守っていた。 武田信長の迎撃にあって敗退した。この知らせを聞いた、長岡景中は直ちに、上野、武蔵の兵を率いて、府中に向けて出撃し、上杉一族もこれに合流すべく出陣した。1月21日、府中近郊に結集した上杉軍は2000機の兵で、高安寺に攻め寄せるが、重氏軍は、部外瓦原に500機で撃って出た。 重氏軍の突撃に不意をつかれた上杉軍は混乱し、先方の上杉の明は手前の律河原の出敵の手にかかってしまう。致命傷を負った範明は家臣によって、ま一発のところで救われたものの、高畑不動で自害した。範明自害を知った上杉や寄付皿は激怒して、翌日新手の五百機を持って部外河原に進撃した。 初戦で、上杉軍戦方の大石夫妻らが撃たれたものの、茂氏軍にも多くの犠牲が出たため一進一退となった。そこへ、結城茂友らの軍勢が、上杉軍に襲いかかったために、上杉軍は後退を始め、さらに相模への退路も断たれたために、上杉軍は東に向かって改装した。だが、なおも結城聖朝率いる茂氏軍の追跡は続き、 武蔵夜瀬で包囲された秋房、当庁は二十四日に自害して果て、難を逃れた長岡毛中は残った軍をまとめてかろうじて、日立国小栗城まで落ち延びることができたのである。勢いに乗じた足利重氏は武蔵国内の上杉川の拠点を次々と攻略するが、長岡毛中が小栗城にいると知って三月三日に下宇佐国小賀城に入り、那須下地。 つくばうるう町、小田と久さらの火星を得て、小栗城の攻撃を開始した。途中、小田と久の休止という事態はあったものの、うるう4月にはここを攻め落として、影中を敗走させた。一方、大木谷上杉家では、秋房の子、上杉精神が、当主に立てられて、秋房選手の責任を取って出家した、大田助清に代わって、息子の助長が火災に就任した。 一方、京都の室町幕府ではこの年明け早々にこの戦いの方が入っていたが、重氏に同情的な意見もあり、議論は紛糾した。だが、官僚、細川勝元の意向で3月には、重氏討伐令が、上杉市一族をはじめ周辺の守護である、今川の利忠、小笠原三ツ康、宇都宮東綱、千葉種子家にも下された。宇都宮、千葉両氏は、 江ノ島合戦では、茂氏側についていたが、宇都宮氏はもともと父親である仙台持綱を、茂氏の父、持氏に殺されたために、復讐の機会を狙っており、千葉市では、江ノ島当時の当主であった守護、種将が休止して持氏と対立していた、仙台種地家が復帰していたため、今川氏、小笠原氏と共に、茂氏討伐軍に加わったのである。在京していた、 今川の利忠は、御花園の天皇から二式お旗を受け取ると、直ちに本国に戻って、兵を出陣させ、6月16日には、武田信長らを破って、鎌倉を占領した。また、越後守護の上杉坊邸も、密かに京都から越後に入っていた、新しい関東官令、上杉ふ明を要して、上野国蔵宮原で、岩松持国ら上野の重氏派と交戦した。 だが、一方で、宇都宮東綱は、重氏時期時期の攻撃によって、宇都宮城を攻め落とされたことにより、重臣たちによって追放されてしまい、一方、千葉種家も、東伐軍に反対する近重氏派の幕張高口種を、擁立した、重臣、原種房によって攻め滅ぼされてしまったのである。重氏はこの状況を見て、鎌倉への帰還は困難と判断して、小賀城に入って、 ここを仮の御所にすることを宣言した。これを古学坊と呼ぶ。その後、関東各地で、重雄軍と上杉軍の交戦は続くものの、次第に利根川を挟んで東側を、重雄側が西側を、上杉側が掌握していくようになっていった。特に同年7月、朝廷は関東での戦乱を理由に元号を交渉と改言したが、利根川の西側では、 交渉の言語に改められたものの、東側の修行寺陣営では自分を不当に追悼した、朝廷と幕府の改言には従わないとして依然として、教徳の言語を用い続けた。以後、関東地方は28年にも、渡る、教徳の乱が繰り広げられることになっていった。ありがとうございます。